ブルボン株式会社ブルボンは新潟県柏崎市に本社を置く大手製菓会社である。新潟県内を中心に合計9カ所の工場を保有する東京証券取引所第二部上場企業証券コード2208柏崎の菓子店最上屋の息子で洋菓子作りを学んだ吉田吉蔵。 1886年から1954年が1924年、大正13年に現在の柏崎市に設立した北日本製菓商会が起源。同年に北日本製菓株式会社に改組、火災や水害などの障害に遭いつつも、1930年代には朝鮮半島北部にまで販路を伸ばすなど業績を上げた。1952年。 昭和27年に北日本食品工業株式会社に称号を変更。昭和40年代には私のパルミよの CM によるレーズンサンドのヒットで全国的にその名を知られるようになった。その後ブランドをパルミからブルボンに改め、1989年平成元年6月1日より現社名となっている。ブルボンのブランド名は フランスの王朝ブルボン家をイメージしたとも言われる。命名者がすでに亡くなっているため詳しいことは不明だが、1961年、昭和36年にインスタントコーヒーを制した際、生豆のブルボン酒にちなんで、ブルボンコーヒーと命名して、以来、他の製品にもこの名前が使われるようになった、との説がある。2009年、平成21年10月1日付で、 新潟県内に所在する製造部門の連結し、会社旧社、北日本館食品、ボンビスコ、西館米貨、北日本大型食品、北日本和島食品、北日本月型食品、北日本村上食品、北日本豊浦食品、北日本,北日本五線食品を九州合併した。ただし、山形県鶴岡市にある北日本、ハグロ食品ハグロ工場は従前のまま存続している。 2013年、平成25年5月31日、JR 柏崎駅前の同社、旧駅前工場跡地に新しい本社ビルを建設すると発表した。2013年10月着工、2015年、平成27年3月完成。約9831メートルの敷地に、地上13階、高さ59メートルのビルを建設する。 耐震性の高いコンクリート重点交換構造を採用するほか、洪水や津波でも中枢を維持できるよう主要設備を高層階に設置。災害時は、ビル内の食堂を市民に開放し、避難所として提供することを発表している。子供向けよりも、ファミリー向け、来客者向けの商品を主体とした、独自のラインナップを形成しており、他の国内主要製菓会社と比較して、 内容量が多めの袋入りになっているものが多く、また一眼安い価格で販売されていることが多い。製品名からパッケージ衣装、製品の成形に至るまで、同社定番商品にはヨーロピアンテイストを取り入れたものが多く、低価格でも拡張は高くというブランドイメージを演出し、競合他社と差別化がなされている。大正期にビスケット製造にて創業し、 そのビスケット製造のオートメーション化にいち早く取り組んだことから伝統的にビスケットクッキー類に強みを持ち上述のレーズンサンドをはじめとしてルマンド、チョコリエール、ルーベラ、ホワイトロリータなど昭和40年代以来ロングセラーとなる定番商品を立ち上げ大手製菓メーカーとしての地方を築く他にボイセンベリーシリーズなどがあるその一方で 創業当時からの同業他社が定番と位置づけている板チョコやキャラメル等は展開していなかったが、昭和後期以後、段階的にチョコレート菓子分野へ進出を強化。得意の消菓子とチョコの新たな融合を図ったエリーゼ。同社定番商品のゴージャス路線を踏襲し、高級洋菓子店の生チョコレートを模したトリュフや竜雫形成型のセピアート等。 エリーゼの消化しチョコの知見をビスケットに沿用したアルフォート、ブランチュールなど発売10年を超える新たな定番シリーズを複数立ち上げることに成功。現在ではフルーツガムやキャンディなどもラインナップされているなど洋菓子を中心とする業界越しに入る大手の地位を確立する。1996年、平成8年に発売開始したプチプチポテトシリーズは 若年層にヒットし、定番商品に成長している若年層向け製品は他にも、チョトス、ビットなどが、また、子供向け製品としては、エブリバーガー、チョコアーンパン、ヒコリの切り株などが、それぞれ存在する。洋菓子メーカーとしてのイメージが強い一方で、米どころ新潟に根を下ろす菓子メーカーとして1934年、昭和9年から、米菓の製造も手がけており、 1966年、昭和41年には日本で初めて米花製造のオートメーション化に成功。今日ではチーズをかき、歯衣あられ、味好みなどがラインナップされている。味好みについては、ブルボン内部では豆菓子、コン菓子に分類。1979年、昭和54年に発売開始されたピッカラは1981年。 昭和56年にモンドセレクションで金賞を受賞している。なお、ピッカラは、ブルボンでは、お米のスナックとして、スナック菓子に分類されている。また、ローソンや、セブンアイなどのプライベートブランド製造、OEM も行っている。山形県庄内地方に横たわるでは三山からの、湧水を、採水、ボトリングした、ミネラルウォーター類。 天然名水、イオン水をはじめ、すっきりしたてのサララ茶や、カフェリ等のソフトドンク類、果物一杯ゼリー、食べ頃果実ゼリー、食後の0キロカロリー、粒ジュレ0キロカロリー各シリーズ等のデザート類、さらに、ミルクココア全員週間、特保認定済み等の食品類もインナップされている。このうちミネラルウォーター類は1995年、平成7年により、 発売開始。これに関しては、その当時見られた飲料水の水質悪化に対する憂いから、社会貢献の柱の一つとして発売したとされているが、その工場生産開始日当日にあたる1月17日に、阪神・淡路大震災が発生しており、生産されたミネラルウォーターが急遽救援物資として被災地に送られている。2018年現在過去、現在、 全国ネット、現在、関東圏、過去。現在、過去。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。